皆さんこんにちは。ササラです。グミです。よろしく。今回は、みんな大好き、ストラヴィンスキーのバレエ音楽春の祭典の複雑すぎる楽譜事情についてお話ししようと思います。春の祭典か。20世紀に作られた管弦楽曲の中で、ラヴェルのボレロと同じくらい頻繁に演奏される曲だな。そうね。両方とも元はバレエ曲っていうのが面白いわね。で、春の祭典の複雑すぎる楽譜事情とは？そのことについては、この動画の中で一つずつ検証していくけれど、一言で言えば、出版されるたびに何度も書き直された結果、いろいろな班による演奏や録音が混在することになったって感じかしら。いろいろな班が混在って言うと、マーラーやブルックナーの交響曲でも同じような現象があるけど、そういうことなのか？そうね。ブルックナーの交響曲の場合、度重なる改訂や他人の手が加わったことによる複雑さよね。原点版、シャルク版、ノバーク版というように明確に分類されて、どの項が好きかは意見が分かれるところだとは思うけれど、一応、曲によって一般的に使われる項があるわよね。そうだな。とりあえず、曲を聴いてどの項か言い当てられて一人前のブルックナーファンみたいなところはあるよな。一方、マーラーの場合、作曲者本人が指揮者ということもあって、改訂は実際の演奏を聴いて良くないところをより良くするという、究極の完成形を目指す目的があるし、楽譜も、一応マーラー協会版がオーセンティックなものという認識が強いわ。まあ、そうは言っても、好みの問題はあるよな。いくらこれが正しい演奏ですと言われても、今までずっと聴いてきた形が好きだっていう人はいるよな。いずれにしても、ブルックナーやマーラーの場合、班や項の問題はかなり整理されてきてて、聴き手はもちろん、演奏者側もどの班や項を選択するか意識的になってるので、様々な班をミックスした折衷版も含め、より良い演奏をしようという意思が音楽にも、現れるからいいのだけれど。春の祭典の場合、班による音の違いはまだまだ広く知れ渡ってるとは言えないし、楽譜の誤色をそのまま演奏して、これが楽譜通りの演奏ですってどやる演奏者も出てくる始末よ。そうなのか。知らないって恐ろしいな。というわけで、今回は、春の祭典の班による音の違いとその変遷を、実質譜も含めて、全部の番を例に挙げて説明していくわ。ところで、春の祭典の班って、どのくらいあるんだ？そうね、全部で6種類かしらね。うへぇ？随分あるんだな。ざっくり言うと、まずは、1913年の初演で使われたストラヴィンスキー手書きの自筆譜。そして、それを元にして1921年にロシアで出版された版。第一次世界大戦の影響で初出版が大幅に遅れたそうよ。次に、その語色を修正したりオーケストレーションを見直して洗練化させた1929年版。それから、ストラヴィンスキーは1945年にアメリカの市民権を得たのだけれど、アメリカはロシア、当時はソ連だけど、の著作物の保護条約がなかったので、ストラヴィンスキーには春の祭典だけでなく、1945年以前に書いた作品の印税が、アメリカではほとんど入らなかったので、ストラヴィンスキーのアメリカでのエージェントとなった英国の出版社、ブージー&ホークス社と主要な作品を改訂する契約を結んだわ。ああ、ストラヴィンスキーが芸術より金を優先するドルの亡者と言われるようになったやつね。いやいや、そう誤解する人も多いんだけど、この話を持ちかけたのは、出版社側だったそうよ。そうなの？ 100% 真実だとは言い切れないけれど、ストラヴィンスキーにだって生活はあるし、それに、火の鳥、ペトルーシカ、春の祭典なんていう超人気曲が、事実上のパブリックドメインになってるなんて、楽譜出版社にすれば分半ものでしょ？まあ、確かに。それで、1947年に、ブージー&ホークス社が、現行版である1967年版の元となる1947年版を出版するわ。次に、ストラヴィンスキーは1962年にソ連へ演奏旅行に訪れるのだけれど、その後、アメリカとの緊張関係が緩和される雪解けの時代となり、ソ連国内でも現代音楽への理解が瞬間的に高まったことをきっかけに、ソ連の出版社から1965年版が出版されるわ。その2年後、現在でも流通している1967年版がブージー&ホークス社から出版されるわ。いやー、すごいな。1921年に初出版されてたった46年で、それだけの版が出版されてるのかよ。ね、実は、これだけじゃないの。マジか。もう勘弁してほしいんだけど。そう言わずに。これで本当に最後だから。わかったよ。それで？最後の曲の生贄の踊りだけなんだけど、1943年に、16分の何や8分の何という細かいリズムを基準とした標識語を、8分の何、4分の何というように長いリズムに変えた、見た目スッキリに書き換えたスコアが出版されるわ。ああ、ストラヴィンスキーが変拍子を触れなかったから、自分が指揮するように変拍子を簡単に書き換えたってやつだろ？ね、それは正しい認識とは言えないわ。え？どういうこと？
第一、そういうこと言う人に限って、実物見たこともないのに見てきたように言うのよね。さっきから後ろに映っている楽譜がそれなんだけど、行進曲の楽譜を書くときみたいに、ただ単に様式号の基準となるリズムの音下が16分音符から8分音符、8分音符が4分音符という風に長くなっているだけだから、指揮する際はオリジナルと変わりないのよ。オーケストレーションも変わっていて、生贄の踊りに入った瞬間、ホルンがハイデイの高音で入ってきたり、弦波2が2対から1対になっていたりするわ。この版、という加工を使った録音で一番有名なのは、ストラヴィンスキーがコロンビア交響楽団を指揮した1960年の録音なのだけれど、録音が古いせいもあって、演奏による違いだとしか思っていない人が多いようね。スコア見ればオーケストレーションの違いは一目瞭然だけれど、そもそもオーケストレーションの違う別項があることを知らなければ、気がつかないかもね。で、この項を使った録音は、その自作自演版だけなのか？いいえ。スタインバーグがピッツバーグ交響楽団を指揮した1953年の録音が最初で、オーマンディ指揮フィラデルフィア館も1943年版ね。あと、ストラヴィンスキーが最後に春の祭典を指揮したと言われるスウェーデン放送局との1961年9月24日の演奏も、1943年版が使用されているわ。そんなに多くはないみたいだけど、オーマンディやスタインバーグなんてビッグネームじゃないか。あと、小沢誠二氏も1943年版を演奏する予定があったらしいんだけどね。じゃあ、そろそろ1943年版の話は置いといて、通常版に話を戻そうな。そうね。まずは、冒頭ね。いきなりそっからなの？そうよ。上がそれまでの版で、下が1967年版ね。どこが違うんだ？最初の2小節で、それまでの版は、スラーが20にかかっているけれど、1967年版では、上のスラーが取れている上に、それまでの版では2小節目が頭拍の裏、つまりファゴットの最初の音と同じ体でフレーズが切れているのに対し、1967年版では、フレーズが11体で始まるようなアーティキュレーションになっているわ。ちなみに、実質譜も20スラーになっているわ。そうなると、1967年版は、どの箇所も正から始まるようにして、統一感を出したってことか？そうね。フレーズの形的にはそうなるのだけれど、それだと、あまりにも型にはまった印象になるのよね。せっかく、アドリブ、つまり自由にという指示があるのだから、この旋律のアーティキュレーションは、ずらしが意味を持ってくると思うのよ。2小節目の1拍目でフレーズが終わったと思いきや、また2拍目から始まるみたいなフェイントが面白いと思うのだけどね。この、統一感とずらしは後々も話に出てくるから、冒頭だけの問題じゃないわよ。で、次は、いよいよ春のロンド直前のファゴットソロよ。これだな。フェルマータの後、4分の2拍子の小節で音が下がってるね。そうね。このファゴットは、テノール記号で書かれているから、実音で言えば2分音符のフェルマータがアス、次がFね。これは、1921年版以降、すべての版でこうなっているわ。じゃあ、これで正しいんじゃないの？そうね。だから、この楽譜通りの演奏も割と多いわよ。特に有名なのは、ヘルギエフ式、黄色歌劇場館の録音ね。だったら。そしたら、実質譜を見てみましょうか。これがそうなの？ええ、そうよ。ちょっと待って。なんだか、全然違くない？それじゃあ、出版譜と並べてみましょうか。5連符の最後の音から違ってね。そうね。5連符の最後の音から実音を言うと、出版譜がベー、アス、エフ、実質譜が、デス、フェスね。音符の位置的にも、下弦の位置を大体合わせている几帳面なストラヴィンスキーだから、どう見てもゲスの音を自信を持って書いているように見えるのだけれど、少なくとも出版譜では、ゲスとフェスの音は、それぞれベーとアスに直しているので、どうも5連符を書いている途中でテノール記号ではなく、突然アルト記号だと思い込んで書いちゃったとしか。アルト記号だと、フェルマータの2分音符の音は何になるんだ？ 1 オクターブ違いだけど、アルト記号は完全に度上げでトーン記号と同じ音名になるわ。ってことは、アスか。でしょう？5連符の最後の音も、完全に度上げると、ベーだな。しかし、なあ。連符を書いている途中でテノール記号とアルト記号を混同するなんて、あり得るのか？だって、アルト記号って言ったら、ビオラと同じじゃんか。それに、このフレーズは何度も書いてんじゃん。知らないわよ。逆に、途中から無意識にアルト記号の音の高さで書くように手が滑ったのかもしれないし。少なくとも出版譜では、デスからフェスの音が、ベーからアスに修正されて、ずっとそのままであることは事実。まあ、推測、というか、妄想の息を出ないということで。そうね。それに、ここで重要なのは、そういうことじゃないし。というのは？ここで重要なのは、4分の2拍子に入った8分音符の音を修正し忘れて、それもずっと変わらずにいるってことなのよ。はい。どうしてそんなことが？
ストラヴィンスキーの自筆譜の書き方を見てごらんなさい。少なくとも、この自筆譜では、2分音符と8分音符は同じ音よ。もし、出版譜のような動きが正しいのであれば、自筆譜の方でも音が変わってなければおかしいでしょ？そりゃそうだな。だから、まず大前提として、5連符の後の2分音符と4分の2拍子の8分音符の音が変わらない、ということは自筆譜で明らか。そこまではいいわね。そこから考えると、出版譜のように、途中で音が変わるのはおかしいと言えるわよね。それじゃ、もう、疑いの余地なく、4分の2拍子の8分音符の音は、前の2分音符の音と同じ、パスということか。F じゃなく。しかも、ピアノ譜がこれなのよ。ピアノ譜って、オーケストレーションする前にストラヴィンスキーが書いたやつだろう？ええ、そうね。今まで、ごちゃごちゃ言ってきたけれど、このピアノ譜を見れば、オーケストラの方の楽譜が間違っていることは、簡単に証明できるわね。ということで、次、行ってみようか。まだまだたくさんあるんだろう？そうよ。では、早速行くけれど、ここは、聞いていて一番違いがわかるところよ。春のロンドの中間部、ピッコロトランペットの信号音があって、弦楽器が再び8分音符を刻むところ。ここは、弦楽器の裏で、ファゴット、そしてトロンボーンが音階で上がったり下がったりすると、弦楽器の音量が落ちて、それが終わるとまた音が大きくなるという、音量のコントラストが鮮やかな箇所なんだけれど、1913年版では、一旦音量が落ちたら、最後まで弱音のまま進むわ。それじゃあ、全然違うじゃんか。私に文句言ってもしょうがないでしょ。本当にそうなってるんだから。だけど、それだと通常の版を聞き慣れている耳には、かなり異質に聞こえるよな。そうね。それについては同意するわ。この箇所は、完全に現行版の圧勝ね。で、これが、1913年版よ。本当だ。全然音量が復活しない。なんか、弦楽器の音が入った音声トラックだけ音量を抑えてるみたいで気持ち悪いな。というわけで、これなら誰が聞いても1913年版とそれ以外の版の違いはわかるわよね。あと、1913年版だけの特徴といえば、誘拐に入ってすぐ、ホルンの反りが終わった後の、有名な8分の9拍子の小節が点線で区切られた箇所なのだけれど。ここは、現行版では、チューバ、ホルン、トロンボーン、トランペットと、上昇音型の8分音符を、バトンのように受け継いでいきながら、階段のように急速に登っていくのだけれど。1913年版では、チューバだけが、8分音符を次の小節の頭まで演奏するわ。まあ、この演奏では、何やってるかほとんどわからないんだけど、その辺の不明瞭さも考えて、今のように変えたのかもしれないわね。で、一旦また助走に戻るんだけど、助走がティンパニの3連符と打楽器の強打で一度中断される部分。まず、ティンパニの3連符があって、その次にバスドラムの強打があるんだけど、これが、自筆譜ではこうなっているわ。これじゃあ、違いがよくわからないので、並べると、こう。まだよくわからないけど、自筆譜の方は、鉛筆で書き加えられている音符があるな。そうねえ。一番の大きな違いは、自筆譜、つまり1913年版では、ティンパニの3連符の直前の、ホルンの四分音符の頭拍を強調するトロンボーンのシフォルツ&フォルテの8分音符がなくて、バスドラムも入ってないってことかしら。そして、もっと細かな部分では、現行版では、チューバが四分音符のフェルマータで音量がフォルテッシモ、そしてコントラバスが3連符の1拍目だけの打ち込みであるのに対し、1913年版では、チューバがフェルマータ付きの四分音符のフォルテフォルテッシモから、単なる8分音符に後から修正した痕跡があって、逆に、コントラバスは単なる8分音符からフェルマータ付きの四分音符に修正した痕跡があるわね。後の方の修正は、チューバの音量以外、元に戻されてるんだな。そして、後で加えられたバスドラムは、8分音符のシフォルツァンドから、フェルマータ付きの四分音符になって、音量もフォルテシモに指定し直しているわね。そしてここからもう少し進んだところで、ものすごく細かい違いなんだけど、気になる人には気になる箇所があるわ。ホルンのソロがメロディーを吹く直前なんだけど、第2バイオリンが8分音符でゲー、アーの反復音をひたすら繰り返すリズムがあるじゃない？ここでは、画像のようにコルレイン、弓の背で弦を叩くように演奏する技法の指示があるのだけれど、1947年版のスコアまでは、自筆譜も含め、コルレイニョの指示がないのよね。つまり、このコルレイニョの指示は、1965年版でいきなり出てきたものなのよ。そしてもう一つ、この第2バイオリンは、また別の問題を抱えているわ。
ここからもう少し進んだところで、曲調が変わって、ちょっとペトルーシカ風になる箇所、練習番号で言えば28の部分で、第2バイオリンの音量がメゾフォルテになるのだけれど、実は、1967年版だけがこうなっていて、他の出版譜はすべて、何も書かれていないのよ。ああ、また1967年版だけ違うパターンか。しかも、この部分は、1967年版のスコア通りだと、第2バイオリンは、まだコルレーニョをやっているわ。この箇所で演奏している弦楽器は、第2バイオリンの他には、チェロとコントラバスがピチカートをパラパラやっているだけだから、第2バイオリンのコルレーニョは相当目立つはずなんだけれど、そんな演奏や録音、ほとんど全くと言ってないのよね。じゃあ、この辺りの第2バイオリンは、コルレーニョをせず、音量もピアノのままこのずっと先まで行くのが正解、というわけか？それが、そう単純な話じゃないのよね。もう、パターンは読めてきたと思うけど、実質譜を見るとね、鉛筆書きで、フォルテが書き加えられているのよ。少なくとも、第2バイオリンがコルレーニョなしなのは以前からの楽譜の通りだとは思うけれど、音量の指定は、メゾフォルテで演奏している他の楽器より少し大きいフォルテで演奏するのが良いんじゃないかしら。この箇所は、第2バイオリンが上のパートと下のパートにさらに分けられていて、人数も少なくなっているから、フォルテくらいで演奏してちょうどいい音量になると思う。それでは、次に、この部分からもう少し戻ったところで出てくる、トランペットの3連符を伴った加工音型の箇所なんだけど、ここは、ファーストトランペットが演奏した後、そのフレーズを受け継ぐ形でセカンドトランペットが演奏するのだけれど、ほとんどの演奏が、ファーストトランペット、セカンドトランペットともに、ミュート付きで演奏しているわ。ファーストトランペットには、コンソール D の、つまりミュートをつける指示がないにもかかわらず、なんでまた、そんな風になってるんだ？画像の楽譜の一番最後の小節に、センサソルディーノの指示があるでしょう？これは、どういう指示なんだ？ミュートを外すという指示ね。ミュートを外すという指示があるということは、つまり、その前はミュートをつける指示があるはずで、ファーストトランペットにも、本来はミュートをつける指示があるはずだという解釈ね。これも、春の兆し直前のファゴットのソロと同じように、楽譜の間違いを演奏の現場レベルで修正したパターンか。そう思うでしょう？ところが、1921年版のトランペットのパート譜には、コンソール D の、センサソール D の、両方の指示がすでに印刷されているのよ。マジか。じゃあ、どっちが正しいのかわからんな。印刷譜のスコアとパート譜が異なっているのはよくあることで、スコアよりパート譜の方が正しいということもないわけじゃないのだけど、実質譜を見てみると、どちらが正しいのか、見当がついてくるわ。画像は、上が実質譜で、下が原稿版の楽譜なのだけれど、違いがわかるかしら？いや、同じなんじゃないの？ファーストトランペットにミュートをつける指示はなく、最後にだけミュートを外す指示がある。じゃあ、その指示が書いてある位置を見比べてみて。指示の書かれている位置？それがなんか関係あるのか？いいから。じゃあ、ミュートをつける指示も外す指示も、五線譜の下側に書かれてるな。そうね。ということは、つまり、このミュート云々の指示は、後から入ってくるセカンドトランペットへのものだということがわかるわ。もっとよく出版譜を見ると、セカンドトランペットには音量の指示もないけれど、実質譜は、ファースト、セカンドともに、ちゃんと両方にメゾフォルテの指示が書いてある。さらに、音符の棒の向きも、ファーストは五線譜の上側、セカンドはその下側になっていて、ストラビンスキーはファーストトランペットとセカンドトランペットへの指示を、五線譜の上側と下側で、明確に区別していることは明白よ。そして、この箇所は、ファーストトランペットへの、ミュートをつける指示も外す指示も書かれていない。それでも、画像の1967年版のスコアは、ファーストトランペットとセカンドトランペットで、音符の棒の向きを区別してわかりやすくなっている方なのだけれど、1965年版では、こんな風に書かれているわ。これは、わかりにくい。パッと見ただけじゃ、まるで一人で演奏する楽譜みたいだ。1965年版と1967年版を比べてみると、1967年版がいかに読みやすい楽譜になっているかがよくわかるわね。まあ、実質譜の書き方に準じただけなのだけれど。しかしなぁ、納得できないのは、だったら、なぜ最初から実質譜と同じ書き方にしなかったんだってことだよな。それはね、1921年版のスコアを見れば、推測できるわ。1921年版のスコアでは、画像のように、ファーストトランペットからセカンドトランペットへ旋律を受け継ぐ境目で五線譜の段落が変わっているの。したがって、ファーストトランペットからセカンドトランペットへの旋律の受け継ぎは明らかなので、両方とも音符の棒の向きも通常の音符の書き方に倣って下向きに書かれているのね。ところが、1965年版では、半組が変わり、小節が切れる段落も変更になって、ファーストトランペットとセカンドトランペットが同じ段の五線譜に同時に書かれることになってしまったのよ。その時、1967年版のように、せめて棒の向きだけでも変更してくれたらよかったのだけれど、そうはしなかったと。そうね。
厳密には誤植でも何でもないし、通常の寄付法に則った寄付なので、楽譜の編集方針にもよるのだけれど、特に実用的な問題を意識しなければ直そうとはしないでしょうね。では、次。次は、誘拐ね。画像は、1967年版の誘拐冒頭部のスコアなのだけれど、色で囲った箇所は、実質譜に後から加えられたパートよ。え、ちょっと待って。重要なパートのほとんどが抜け落ちてるじゃん。実質譜、ピッコロトランペットまで、後から加えられたパートだったなんて、信じられない。当初のストラヴィンスキーのプランでは、フルートがフォルテッシモで突然入ってきて、それを途中からピッコロとピッコロクラリネットが支える、という構造にしたかったみたいね。なお、ピッコロは、現行版ではフルートよりオクターブ高い音になっているけれど、実質譜ではフルートと同じ音域、つまり、寄付で言うと今よりオクターブ下で書かれているわ。ピッコロは、あくまでもフルートの下支えでしか過ぎないという感じだな。それが、リハーサルでうまくならなかったのか、ピッコロトランペットを主体として、それに高音木管群が色彩感を加えるというイメージに変更したようね。そのためか、実質譜への書き込みは通常の8分音符だったピッコロトランペットは、現行版では16分音符で細かくリズムを刻む音符に変更されているわね。そして次に、春のロンドね。春のロンドは、静かなコラールに、堂々とした迫力のあるコラールが挟まれた、アーチ形式だな。まずは、ピッコロクラリネットとバスクラリネットの、2オクターブの音程の隔たりのあるコラールが来るわね。画像は、1967年版のもので、特に最後の小節に注目してほしいのだけれど、それまでの版では、こうなってるわ。あれ？最後の2分音符に、余計な装飾音がついてるぞ。そうなのよ。1967年版は、2度目も一番最後の音には装飾音はついていないのだけど、ほとんどの演奏が、前だけか、あるいは両方装飾音をつけていて、1967年版の楽譜通りに両方とも装飾音をつけていない演奏は少数派なのよ。でも、どの版も、2度目は全て装飾音がついていないのだから、少なくとも2度目には装飾音つけるのはまずいんじゃ？それはね、同じフレーズの繰り返しでは、同じようにするという、近代的な美意識による判断が働いているのかもね。つまり、その美意識があるために、一度目にあったのなら二度目にもやらなきゃおかしいだろうということだな。その辺、言い方が難しいのだけれど。実はね、ピアノ譜は、どちらも装飾音付き、なのよ。そんな。しかも、ストラヴィンスキーと、初演者のモンプーが1929年に録音した春の祭典の極初期の録音も、ほとんど両方とも装飾音付きなの。じゃあ、最初は両方とも装飾音をつけていたのが、後になって最初だけになり、そして、最終的に両方ともなくなったってことか？確かに、流れ的にはそうなのだけれど、一つだけ引っかかることがあるのよ。引っかかること？ええ。実質譜がね、こうなっているの。これは、ピッコロクラリネットにだけ装飾音がついて、バスクラリネットにはなし。これは、単に書き忘れたとか。この状況で？これは、書き忘れろって言う方が無理あるわよ。そうだよな。それに、赤ペンでフェルマータ書いたのは、作曲後だと思うけど、フェルマータ書くときにも気づくはずだもんな。だからね、これは意図的に片方の楽器だけに装飾音をつけたと考えた方が自然だわ。でも、何のために？おそらくは、ずらしの美学ね。これは、冒頭のファゴットのソロの部分でも出てきた話だけれど。近現代では、多様性の統一、調和、完全性といった規則的なもの、つまり人工的に統一され整合化された整った形の方が美しいとする意識があるけど、例えば、完全に左右対称のシンメトリーな構造というのは、あくまでも様式的な美しさであって、自然そのものの美しさではないわ。自然界に直線はないといった哲学者もいるしな。あと、人の顔も完全な左右対称ではないし、むしろ、画像を加工して左右対称にした人の顔には、美しさを感じないとも言われているわね。だから、春の祭典では、ハーモニーやリズムといった表面的な原始主義だけでなく、そういった美学的な意識の面においても、近現代的な美意識ではなく、原始的な美意識を追求していった結果、このような、ミステイクと思われるような音楽になっている可能性があるのよ。なるほどね。つまり、同じようなフレーズで、1回目と2回目が違う形になっているとき、おかしいと感じるのは、その近現代的な美的意識に毒された結果だと。さすがにそこまで言うつもりはないけれど、春の祭典で8分の3拍子や16分の5拍子といった変動詞が多用されているのも、そういった美意識に基づいていると思うわ。じゃあ、時代が下るにつれて、最後の2分音符から装飾音が削除されていき、最終的に1度目と2度目の両方から装飾音が消されたというのは、ストラヴィンスキーの意識が、春の祭典の原始的な美意識から、近現代的な統一され整合化された様式美的な美意識で小綺麗にまとめる方向性にパラダイムシフトしていったのかもね。ちなみに、ストラヴィンスキーが作曲時のアイデア出しの際に書いたスケッチが残っているのだけれど、そのいずれもが、最後の2分音符に装飾音はなしになっているわ。
ということは、1967年版の通り、両方とも最後の2分音符に装飾音はつけないのが、オリジナルに近くて良さそうだな。そうなると、かたくなに両方とも装飾音をつけてきた今までの演奏って、一体。それじゃあ、そろそろ次の箇所に話題を移そうか。次は、春のロンドの、木管の2度目のコラールに入る直前の最後の音。ここのトランペットの音が、他の版ではゲイであるのに対し、1967年版はハイハーに変更されているわ。まず確認しておきたいんだが、それは、実質譜も含めてってことか？そうよ。正真正銘、1967年版だけの特徴よ。これは、少なくとも録音では、わかりやすそうかもしれないな。ではさらに、1967年版だけの特徴が続くわ。いよいよ、敵対する街の戯れの、ホルンとキューバの3連符の箇所よ。ああ、有名な箇所だな。そうね。問題は、このスフォルツァテッシモピアノがあって、音量がピアノに落ちた後からの、急激にクレシェンドしてフォルテッシモへ至る、ダイナミックな音量変化ね。これが、1967年版だけの特徴なんだな。インパクトのある表現だから、他の版を使っていても、折衷案として、この表現を取り入れる演奏が結構あるのよね。だから、以前は1947年版で変更されて、1965年版で一旦元に戻り、そしてまた1967年版で変更されたなんて、1947年版の楽譜を見たこともないのに見てきたように解説する人もいたけれどね。ああ、録音しか聞いてないから、ミックス版に騙されちゃうんだよな。なまじ、1965年版が入手しやすくなったからね。ただ、いずれにしても、基本的に録音を聞いただけでは、何版を使っているかの判断は極めて難しいわ。最初の方でも言ったように、1967年版は独自の変更が多いのだけれど、折衷版もあるから、この3連符のように、その特徴だけを拾って1967年版だと断じるのは危険だわ。ところで、実質譜ではこの箇所はどうなってるんだ？スコアの実質譜の前に、ストラビンスキーが作曲時にアイデア出しのために書いたスケッチを見てみましょう。この箇所のスケッチはいくつか残されているのだけれど、この画像のものが、3連符の後の四分音符にフェルマータもなく、一番シンプルな形よ。ただ、3連符の部分で表紙が変わって、この3連符だけのために1小節分割いてるけど、これだと、単なる軽歌舞って感じで、今の形と比べて割とあっさりと過ぎちゃうような感じだな。次は、3連符に1小節が割り当てられているのは同じだけど、3連符の後の四分音符にフェルマータがついたわね。こうなると、フェルマータの音符で急に止まるのを避けるために、3連符をリタルダンド的に演奏する余地が出てきて、3連符の存在感も上がってくるな。そして、3連符の小節と次の小節が一緒になっただけでなく、バスのセーブが加わったわ。3連符にセーブも増えて、いよいよ意識的に3連符を強調する流れになってきたな。で、公開されてるストラビンスキーのスケッチで最後の部分になるけれど、前の箇所はかなり構想がまとまり、低音部はトロンボーンに割り当てられているけれど、それは現行版でも変わってないわ。ただ、4分の3拍子の小節の後に、4分の4拍子の小節が増えてるけど。ということは、この3連符のバスの上声部は、トロンボーンで演奏するって感じか？このスケッチだけからで断定するのは難しいけど、低音部を4度、5度で重ねているところを見ると、少なくとも、かなり分厚いオーケストレーションを考えていたみたいね。で、いよいよスコアの実質譜になるんだけど、ちょっと画像が小さくて申し訳ないのだけど、これが、実質譜でのこの3連符の箇所のすべてよ。え、ちょっと待って。演奏してるのホルンだけかい。トロンボーンはどこ行った？あと、バスのセーブは？すべてホルンでまとめたみたいね。とりあえず、全体像が分かったので、ホルンパートだけクロースアップしましょう。ホルンだけでまとめるのはいいんだが、ヘ音記号で書かれてる5番、6番、8番ホルン。ホルンってこんな低音出せるのか？ホルンの低音域の音符の書き方は2種類あって、これは1オクターブ低く書かれる古典的記法ね。だから、実音は完全4度上よ。なるほど。ということは、8番ホルンの動きは、現行版のテューバと同じ音域か。だから、ホルン群のこの動きだけで、スケッチの要件は満たしていることになるわね。で、これが初出版の1921年版でどう変化するかだな。1921年版と1929年版は、実質譜と同じよ。ただ、小説の表紙が2分の2拍子から2分の3拍子になって、2分音符からフェルマータが外された代わりに、2分音符が全音符に変更されているわね。実質譜の2分音符にフェルマータがついてるのは、スケッチの名残りか。で、1947年版と1965年版になると、オーケストレーションは1967年版と同じになって、ホルン群にファゴットとテューバが加わってくるわ。テューバは、もともと8番ホルンが吹いていたフレーズをトレースすることになるのだけれど、5番ホルンと、9番では休みだった7番ホルンが上声部を補強し、6番、8番ホルンが5番、6番ホルンが吹いていたフレーズを吹くことになるのだけれど、
4番ホルンの高い A と、6番ホルンの低い A が、ファゴットのパートに集約されたのが特徴的ね。ああ、それでファゴットだけ、他のパートより音量が大きいフォルテッシモで指定されてるんだな。そして、1967年版になると、いよいよ、スフォルツァテッシモピアノからの、フォルテッシモまでの急激なクレシェンドのアーティキュレーションが指定されるわ。ただし、それだけではなく、実質譜からずっとあったリテヌートペザンテ、つまりテンポを瞬間的に落とし、重々しくの指示は削除されることになったわ。ということは、この前の箇所からテンポを変えず、インテンポで通り過ぎると。そうね。ただし、それが意図的かどうかは議論の余地があるかもね。1967年版の通りに演奏すると、こうなるわ。一方、リテヌートペザンテを思いっきり聞かすと、こう。どちらが好みかは、聞く人に任せるけど。次も、同じく敵対する街の戯れからなんだけど、メロディックな部分が終わって、低音がちの底からものすごい勢いで上に登っていくような箇所ね。画像は、左側が弦楽器、右側が金管楽器よ。出版譜は、1921年版以降、特に変わる部分はないのだけれど、この実質譜とは大きく違っているわ。ページのめくりの関係で、1965年版で説明するけれど、弦楽器で一番の違いは、チェロね。実質譜は、鉛筆で装飾音が追加されているけれど、出版譜では2小節目以降がバッサリ削除されて、より高い音に向かって階段状に登っていく感じが強調されているわね。オーケストレーションは、とにかく楽器を重ねれば分厚い音が出るというようなものではないから。そして金管。金管は、実質譜に鉛筆で加えられた音符がそのまま出版譜にも反映されたという感じだけれど、トロンボーンが8分音符から4分音符になって、第2、第3トロンボーンが加わって和音がついたわ。形としては、削除されたチェロのパートをトレースしている感じね。ホルンは、音符的には変わっていないのだけれど、7番ホルンのクレシェンドが中途半端な位置にあるのは1967年版も同じよ。5番、6番ホルンには上下のパートでクレシェンドを共有させているのだから、7番ホルンにも下にある8番ホルンのクレシェンドを適用させればいいのに、どうしてこういう変な寄付しちゃうのかしら。というわけで、春の祭典の版による音楽の違いについて、第1部は以上です。第2部は、さらにエグい箇所が頻発しますので、とりあえず、今回はこのあたりにしておきたいと思います。次回は、第2部の解説と、今回の動画には入れられなかった細かな注意点についてもお話ししていこうと思います。もし今回の動画が気に入ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録ボタンも押していただけたら嬉しいです。あと、好きな春の祭典の録音や楽譜の疑問点もあったら、コメント欄で教えてもらえたら幸いです。それではご視聴、ありがとうございました。